you on. Hop outside the ghost and hop up in the fan. I know I'm about to blow. そして小池優太奪った後にはやっぱりカウンター続きウィートもいますしね、大きな武器になってますから、今シーズンね。角田レオセアラ足元入りましたが繋いで、最終ラインが今この位置、右に送って小池です。マルコス・ジュニオールはディフェンスラインとボランチの間、右に左にと動きます。さあ左縦に送って、いやいいボールですね。さあ中川前のスペースどうするか、角田いいボール入りましたね。間で受けました、長戸だ、長戸折り返し、レオセアラを狙ったラストパスでした。そうかボランチ、さまざまなポジションもこなせる、今直近4試合わずか1失点ですからね。はい、そうですね。こうやって握られても簡単には下がらない。おー奪った今野、さあリッチャス、今野自分で行きます、今野、今野こぼれたらゲロリュラ、さらにアダユートン、アダユートン、角田、いや持ち出しに価値があります。角田、ここはちょっとアイデアを変えて運んでいきました。その角田は今センターで構えています。エウベル、角田が出ていく、吉尾ワンタッチ、アンデルソン・ロペス、さあ角田が来た、そして右のエウベレ、よく見ていきました。エウベレの前、ね、右足、まあ、非常に、ね、スペースもないところでワンタッチで、ね、何本かボールがつながって、この後ですよね、エウベレ選手が、これはまだフラッグは上がっていません。バッターマリノス、竹内がループパス背後に入れました。簡単に決められたかもしれないですね。そうですね、はい、が拾いました。特にね、点取ったシーンもそうですけど、コース取り本当うまいですよね、相手のね走る前にこうコース取りして、非常にアグレッシブにね攻撃の時に出ていくってことですね。そして右の深いところをついたんですけれども、巻いてくるか、切り返して右足でのシュート、まあ今も見応えるプレーになりましたね、はい、パークがつきづらい状況になりましたね。菅野が高いところにポジションを取ってビルドアップ、前から縦、コオロキの前、金戸、さあこぼれて青木が拾う、ペナルティーエリアの中倒れるが笛はない、長戸対ルーカス、倒れて笛はない、角田がそのまま自身前出ていくですね。長友が背後に入れてディエゴ・リベーラ、オフサイドをかいくぐったようです。これは角田、彼のサロンは出てこないですね、はい、さあ阿部、かわせればというところでしたが、よく止めました、しました、本当です。角田跳ね返す、あくまで攻め、それを貫く F マリノス、これも角田インターセプト、さあ自分で打ってもいいんではないでしょうか、角田泉、これはファウルなし、ただシンプルに攻撃を続けているアントラーズ、流れたボール、ファンガラーノ、伊佐尾から浮き球のパスをつながってファンガラーノ、決まりました。シンプルに長いボールを使いました、つながった、上田綺世、ファンビと上田綺世、1対1、うわー、いい対応しましたね、これ。ここは角田の勝ち、角田ね、戻りオフサイドです、上田綺世、ちょっと頭を打って角田が座り込んでしまいました。追い越して角田の折り返しが、これはキーパー正面、フリーダー正面、
伸びてきます。綺麗な形でつながりましたがクロスバーの上です。角田、いや良いボールでしたね、まあ、高さもありましたし、はい、